いお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 い。ふざけエコお前こんなんで死ぬんだよ。回った線路走ってるし。いやなんか草生い茂ってるから多分これも使われていない線路でしょ。まあ使われてねえわなこれは。うん、さすがにこれは使われてない。いや一回なんか線路走っててなんか前からふーんとか来てほしい。そんな美味しい展開があってたまるか。だってね、道路走ったらすぐ敵と会うんだもん。こっち走ってる方が安全なんだもん。ここ絶対敵来ないやもん。うん、あ、まだこの先だ。まだまだ先。あ、てかダメだ、もう道路に切り替えないと。ああ。よいしょっと。俺さ、この機銃さ、お、もうもろ振動受けるから。敵。撃てー。はい。はい。あ、ちょっと待って。でー。はい。はい。馬力があるからね、全然引ける。全然引ける。お。剣門の。ドマックス。ブレーキの効きがちょっと悪いな。クレートがある。あるね。あ、ドローンなんていらねえ。突撃。どうも。どうも。あ、痛い痛い痛い、ダメです。よいしょっと。大将。で、クレートがあれ上かい。これちゃんと正面に立たないと調査させてくんないのも。あ、いや、H だ。なんかクレート上にあんのか、これ。あ、新しい車両が来た。またアンパンも新しい乗り物よ。だいたい機銃付きで来てくれちゃうな。AK だこれ。うん、AK の。取った。あ、取った。はいはい、邪魔邪魔。はいはいはい。乗り放題ですな。ありがとう、ジャムおじさん。ありがとう、ジャム。アンパンマン、新しい車だよ。兵士もくっついてくれたけど、それはいらない。ジャムおじさん。兵士ちょっといらないの。兵士いらない。ジャムおじさん。車だけよこしてほしい。片付けてほしい。あ、これ元来たとこ。うん。ああ。アルバレス、大変だったよ。大変だったよ。デシャン、情報を手に入れた。中身はわからないが、役に立つかもしれない。何なんだ？複数の暗号化された文書だ。解読を試みたが、俺ではダメだった。興味深い。これはアウトキャストでもセンティネルでもない。文書によれば、ドローンたちが原始的なニューラルネットワークを生み出しているんだ。つまり、人工知能のようにか？ドローンたちは学習できるだけじゃない。パターンを理解できる。構造物を、さらにはアートさえ作り出せるということだ。少し不気味に思えるな。ああ。しかし、極めて興味深い。我々のワールド 2.0 の構築方針を一変させる発見だ。謎の解明に手を貸してくれてありがとう。はい。ヘリの音がしてすんごい嫌な予感が。いや、それは思ってたけど、問題なかった。大丈夫。さてさて、で、何がもらえ。何もらえたか見てなかった。お貴様、何をよこしたんだ。おアルバイト。何をよこしたんだ。そう、肝心なとこ見てなかったんだけども。建前大変だった。横のミッション本音ふたどとこんなミッションよこすな。もうエレフォンに戻るか。メインの方。あーで。
あ、そうそう、あの失踪の方はそもそも終わらせたから、ちょっと失踪に関するお話ししようか。オンゲイ。やあ、ポーラは見つかった？ああ、来なかったが、はあ、少し嫌われてる。やれやれ、先に言えよ。済んだ話かと。アウローがこんな状況だし、来てくれるとばかり。あんたの名を出した途端だんまりだ。デウス計画とは？デウス計画は問題じゃない。彼女とは意見が合わないんだ。また会えて光栄です。こちらこそ。あ、ウォーカー中佐、ポーラマデラです。ポールと呼んでほしい。ポーラは一番優秀なエンジニアです。なんと、あの設計図を見ました。優秀じゃ過小評価ですよ。中佐の経歴はほぼ黒塗りばかりでした。実地試験はまだですか？まだ数ヶ月かかります。聞きたいのですが、例のディープラーニング AI でドローンを制御する研究どうなってます？ごめんなさい、あのディープラーニング AI を何に？具体的にはデータマイニングとターゲットの識別。それは検討中です。いや、まさか世界トップクラスのコンピューター科学者に一種のスパコンを作らせてるのに、まだ検討段階なのですか？マドックスのことに、デウス計画の話だわ。いいですか、超強力なコンピューターを使い分析する。テロを予測しドローンで排除する。超人工知能を作り上げて、そして最初にやりたいことが人殺しですか？まさか。自由な世界の安全を守りたいのです。あなたならお分かりになる。なら誰が自由な世界をデウス計画から守るんです？どうして？関わりたくもないわ。ああ、待って、ポーラ。ジェイスさん、本当に優秀なら理解しますよ。あんた、オーカーと仲が良かったんだろ？みんな同じだ。ノマド、ポーラがいないと、彼女の知識がいる。あんたはいいが、問題はあんたの判断だ。しょうがないんだ。彼女を説得しよう。聞こう。二つ。まずは爆破事件の証拠がいる。犯人は誰だ？アウトキャストだろうね。ポーラに見せるべき証拠は爆発装置だ。次に、ポーラの夫を探せ。夫がいるとは聞いてなかった。アウロア病院にいる。ノマド、君には悪いが、どうしても必要なことだ。そうだな。助けは欲しい。はい。めっちゃ中指立てるやつ。嫌われに嫌われてる。ね、まあちょっと無理やりにでもポーラの力を借りたいと。夫を脅すのかな？まあそれは脅すのかな、わかんないけど。どうしようかな。勢力ミッションちょっとやりたいな。うん、病院に夫がいるから。
夫に関する情報をポーラが知れば彼女の気持ちに変化が見られるかもしれない。あくまで説得と。なるほどね。待って、これおわなのかな、あの夫もしくは大五郎と話すなのか、まあ、それともどっちもできるのかもしれないけど、はあ、まあまあまあ、まあ、今はとりあえず待つ待つ、まあ、手がかりもたくさんあってに病院が立派すぎる。なんだこれ。俺クラス変えたいんだけどな、どうやってやんだろう俺。なあ任せろ。ムービー入っちゃった。アウトキャストの動向も少し探っておく。なぜストーンが連中を狙うのかもな。誰があいつに言うぞ。そこは言葉を濁してるが、映っているのはトレイストーンと隊長たち。ホームステッダーの追跡が命じられた。これまた景気のいい話だな。俺たちがストーンたちに何をしたってんだ。なあ、あんたに頼み事したろ。あれは本気だ。これまで以上に事態は深刻。常に依頼はあるから時々寄ってくれ。金はないが礼として装備を渡す。ああ任せとけ。装備をくれるぜ。装備がくれると、っていうかこれはすでに終わってたミッションの報告だったぜ。なんでよ。なんかさっきからさ、ムービー見終わった瞬間感度爆上がりするんだよね。気にするな。気にするわ。え、メインやってこっか。ちょっとビバーク行ってよい。ビバーク、あ、どこビバーク。ここビバーク。どこビバーク。エレフォンビバーク。あ、エレフォンにもビバークあるんだ。いいよ。そう、 あるよ。多分ここでクラス変えれるんだと思うんだよ。おお、めっちゃ人いる。ね。ああ、やっぱここだ。あ、これクラスごとにクラスプリセットなんか決めれちゃうの。まあ今のところ。このクラスのまんまで僕はいいけど、ちょっとシャープシューターっていうかクラスにして、シューター特化になると。そう、一丁前、一丁前、一丁前。いやこれ貫通なんで メット持ちを一撃でいけるから絶対いいと思うんだよ。僕は負傷耐性をつけてこれでよし。じゃあ病院に殴り込みかな、はい。病院、これ。いた。目的キッチンの横だ。さすがに病院にセンティネルがいるのかな。いや、もう民間人と普通に喋ってるしな、あいつら。普通に喋ってるかな。なんか、偉そうに。まあ、普通ではないな。普通ではないやん。おい話せみたいな感じだと。そうだ。で、え、何これ、ドローンだけじゃん。俺が先だ。くそ。さすがに俺クラスまだレベル1だから、条件が簡単だな。ここにバイクが1台あるじゃろ。バイク？あ、もう一台あったわ。もう一台あるわ。いいやん。いや、スタミナ切れ。いや、このくらいでゴロゴロしないでね。あ、待って、死体に車が引っかかった。ちょっと。何しとん？ちょっと。アホくさ。お前のせいだ。よし、あの中の人撃ち抜けねえから。何だろう、どこで参る。じゃあ俺行くから。なんで死体でバイクがスタックするかな。お、
おい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 。ふざけえこ、こんなんで死ぬんだよ。よくもやってくれたな。あ、ドローンで復活したの。ヤクザ。いや、もうなんで。これも病院に行かないと。サイレントデスしたけど。やばいやばいやばい、滑らっちゃう。おいおい、滑らっちゃう、滑らっちゃう。あ、ここが病院か。え、ちょっと待って待って待って、車、お車、お車、お車やれい。はい、どうも。お、お、閉めてる、閉め上げてる。あー、センティネルさんいる、うん、なあ、普通にいる。うん、で、ちょっと待って、そこライトあるから気をつけて、ライト。ライトはもうパキンって壊してる。なんかライト壊してもね、こいつらうんってなんないんだよ。なんないね、ライトは。怪しむ対象ではないのか。ライト壊れても勝手に壊れたんだろうってちょっと思ってくれるから。どういう感性をお持ちなの、スケル。テックじゃなくて、センティネルさんたちは。変わった感性の持ち主に。そうだな、屋上にも結構敵がいる。屋上から侵入したいな。どっか階段ないかな、外側に。外なくない。いやもう、ない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 。めっちゃ車来るやん、ここ。やってらんねん。泥から離れよう。ちょっとあの孤立してるやつやりたいな。ヘッショ、ドローンショット。ドローンこそこれ壊した時の音はなかなかやかましいというのに、ね、ガシャンガシャンガシャンつって、ガシャン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 。おやおやおや、あれはダメだった。あれはダメだと。いやいや、お前まさかドローンを壊した。ドローンで無人機のタレットを壊した。うん、それはさすがにダメでしょ。ボーンって。まあ、まだまだバレちゃいない。全然赤くねえ。おい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 。病院前でヘリが墜落してるとか、もう軽くテロだけど。あ、ちょ、墜落現場に兵士がちょっと接近してる。接近？ぶっ殺してやる。だからなんかもう来てんじゃん、もう。これちょっとさ、屋上。え、待って。墜落したヘリに乗ってるけど。え？不死身かあいつ。え、いや、死んではいるんじゃないの。いや、死んでないってあれ。あ、やべ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 。お、ちょちょちょ、はいはいはい、はい、え、生きてる、生きてるこれ。運転手生きてるよこれ。ほんとだ、動いてる。やべ、そいつアイアンマンだわ。え、こんなこいつに S のアイコンがついてんだけど。あれ、え、下ろせもしないし、たぶん足か、顔、顔こわ。え、顔、顔こわ。おーい、おいおい、ゾンビじゃねえか。マジでゾンビだな。え、どうする、とりあえず撃っとこう。あれ、足撃っても別に致命傷に入るとこで。あ、でもこいつ殺したらバードウォッチングって実績解除されたんだけど。意味がわかんねえ。何バードウォッチングって。どういうことだい。ほんとよ。とりあえずこの病院の入り口を探そう。あ、探すか。多分この病院ゾンビいっぱいいるよ。縁起の悪い。あいつマジで顔ゾンビだったしな。おっと、待って待って待って、
重装備がいる、重装備、ま、重装備お任せろ、俺貫通弾で一撃だから。やってみ、どこにいる、あそこの明るいところの、あ移動してった、あそこにブルーアイコン、何がもらえるかな。重装備止まんねえかな、止まんねえな、あ通信兵いるじゃん、いるね、さよなら、はい、さて僕はここから侵入しようかな、キャッ、ああ一般人、薬はいらないか、誰か薬は、え薬はいらないか、やべえ方の薬に聞こえるわ、ここやべえ方の病院やばそうだけどね、こんにちは。いや、この場所を知らないか。今わかるのはこれぐらいだ。よかった。ありがとう。天然の薬、大丈夫それ。ハーブかな。ハイになる薬なんじゃないの。クラスいいのを使っ。ああ、もうちょうど頭隠すんじゃない。お。え？全然貫通しねえやん、これポンコツか、ドローン入った、おい敵に侵入されてしまってるぞ、え？何？敵に侵入？これはクレートを開けるぜ、あ、ベストだ、はい、エリア内から撃たれている、なんだこれ、下の階に敵がいるのか、やってこよう、上にもいるの、よし、いません、敵なんて、よし、へっし、ちょっとずつモヤがね、あれ、おい、あ、G36、あ、違った、スコーピオンだこれ。受付で全ての入院患者を確認できる、ああ OK チェック、なんだっけ、夫探すんだっけ、そう、夫だよ、夫なんで入院してんのか知らないけど、そもそも入院してんのかな。そこ、神経難病センターに入院していた、神経難病、待てよ、敵が俺を無視して上に行った。ここは無理だ。なんか何の音だ。上か。位置を変更する。上だね。ピロ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 。おお、こんにちは。あ、ちょっと。ねえ。バイバイ金。あ、ドローンか。マデラの医療記録を入手する、おう、あ、この人死んでんだと思った、なんか外にまだいるっぽいんだけど、あ、捜索中止、ざるだな、あれまだちょっと余りがいるよ、本当、あ、はい、うん、あった、カルテあった、すんごいトイレ来て、行ってらっしゃい、まあ、敵いねえから大丈夫か、俺がやっとく、やっといて、これ目の前から撃たれてたらちょっとビビるわ、帰ってきて、さてはい、ですね、あの情報を手に入れたんだけど、うん、あのどうもそのマデラの夫はあの ALSと診断されているそうです。 ALS って多分聞いたことがあるかもしれないんだけど、あの全身の筋肉、筋肉というか筋力がどんどん失われていって最終的に体が動かなくなっていく病気で、呼吸もできなくなっていく病気だ、筋肉失われて、結構重大だけど死んじゃうよ、死んじゃうよ、で夫を見つける、そう、場所を
移動してるんだ、別のエターニティセンターってところ。またちょっと道路沿いを移動する必要があるわ。もうここにいようがない。どっから出るんだ、どっから出るんだこの病院病院でめっちゃ走り回ってるここどこ、あ、ここ出る、あ、出た出た、 これ飛び降り、あ、およいしょピン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 。あ、待てよ、あの建物の2階か3階の部分に武器がある。あれ回収してない。さてと、あ、いけ、お、経験値ボーナス2割増加のスキルついてんじゃん、この武器強い。いいわ。また車を入手しないとな。うん、いや、車っていうか駐車場にたくさん車あるじゃない。これいただこう、うん、あ、ちょっとそこに敵が、おや、よし、あ、たくさんベストが手に入ってる。お着替えしよう。で、ちょっとインフォメーションマークがいたからお話を。駐車場、駐車場どこだったっけ。あ、あったあった。なんか EV 車両っぽいものがあるんだけど、これ乗れんのかな、うん、ちょっと形しょぼいけど、これ、お、ん、あ、登るか、乗れないや。ああ、これ乗れたら面白かったな。俺らはごつい車しか乗れない、乗れないんだこういう小さいのはダメダメなんだ